はい、こんにちは、あれです。皆さん、セリア祭大感謝の宴楽しんでいらっしゃいますか？もちろん大感謝チケット SP も集めてますよね。重ね着を作るのに必要な大感謝チケット SP、 そしてチャームを作るのにも欠かせない大感謝チケット SP、 そして何より金の錬金チケットにも交換できちゃう大感謝チケット SP 集めてますよね。前回のイベント、前回のお祭りでは皆さん万福チケット SP 集めるためにキブクレペンギン大量に乱獲したと思います。イベントクエスト、キブクレペンギン捕まえたを分回してチケット集めた方多いんじゃないでしょうか。今回のお祭りではそのキブクレペンギンのイベントクエストより美味しいイベントクエストが来たので、そちらを紹介していきたいと思います。早速始めていきましょう。クエストに出発する前に装備の確認をしましょう。武器は何でも OK ですが、防具はこの EX アストラシリーズを 5V 着用してください。これは普通の大感謝チケット SP ではないチケットで生産することができます。このチケットはログインボーナスだったり、あとはバウンティの報酬なんかでももらえることができます。 5V 生産して着用していきましょう。 5V 切ることで大感謝の祝福、これが発動して SP チケットが入手しやすくなります。他には装飾品で植生額と地質額を発動させていきましょう。必ず発動させてください。植物の採取量が増えるのと特産品の採取ポイントの採取回数が増えます。この2つは必須です。あとは隠れ身の装備を持っていった方がいいと思います。たまに大型モンスターが回ってくるので、見つからないように隠れ身の装備を持って準備は OK。 実際にイベントクエストやっていきましょう。受けるクエストはイベントクエストの上から3番目。その遠視凍傷には注意、最初のイベントクエストになっています。出発するキャンプは北東キャンプがおすすめです。準備ができたら出発しましょう。クエストが始まったら洞窟を抜けてキャンプを出て左に曲がってください。少し進んだところに凍った草花の採集ポイントがあります。ここでクエストターゲットのヒズイカ、ヒズイバナを集めることができます。そしてこのエリアには同じような採集ポイントが合計3箇所あります。はい、クエスト完了です。お疲れ様でした。少なくとも3箇所目では10個集めることができるんじゃないでしょうか。しっかりスキルをつけていれば集めることができると思います。簡単でしたね。34秒13、なかなか早かったですね。残念ながらお目当ての SP チケットは出ませんでしたが、簡単にクリアすることができました。そして周回する際は拠点や集会所に戻らずにキャンプに戻るのがおすすめです。キャンプに戻った方が PS4 の読み込み時間が短いので、必ずキャンプに戻るようにしましょう。キャンプに着いたらキラキラした受付嬢に話しかけて、またイベントクエストを受けます。はい、周回方法の紹介はこれでおしまいです。お疲れ様でした。あの後何回か回してみましたが、だいたい30秒から40秒でクリアすることができました。お手軽でいいですね。キブクレペンギンのクエストは最速でクリアすると26秒とかで終わるのですが、一匹でも逃してしまうと50秒1分なんてね、少し時間かかってしまうので、今回新しく追加されたクエストの方が気軽でお手軽でいいと思います。何かしながらのながら作業にも向いていますね。
ぜひたくさん周回して大感謝チケット SP 集めてみてください。この動画が役に立ったなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もぜひ見てくださいね。それじゃ、バイバイ。